顔が大きくて悩んでいます。正面から見た時はそんなに目立たないですが、横から見た時に余白があって、耳から鼻までの距離が長いということですね。で、しゃくれてはいませんが、下顎が長いと。このような場合は、両顎手術と輪郭3点どちらが良いでしょうか？またはどちらもするべきですか？中画面の長さは特に気になっていません。ダミースマイルでもありません。という質問をいただきました。中顔面が、気になってなくて、顎も、長いんだけどもガミーがないと、そういった方ですね。以前の動画でも説明しましたけども、ルフォーの適用になるのはガミースマイル、吐く気が出ているとかですね、口元が前に出ているとか、お顔の非対称があるとかですね、この顎のですね1以上がある場合がルフォーの適用になります。で、この顎の1以上があるかどうかっていうのはCT を撮ったりとかですね、お顔の、写真を撮ったり計測をしたりして決めます。この質問内容だけだとですね、両方をした方がいいのか、輪郭3点をした方がいいのか、もしくはその両方をした方がいいのかっていうのはわからないです。なので一度診察にですね来ていただくってことをお勧めしますけども、この横から見た時にですね、耳から鼻までが、距離があると長いということは、単純にこの距離が長い人もいればですね、この頬骨がこう出ていて張っていて、距離が長く見えているパターンもあります。で、この場合は頬骨をやった方がいいです。頬骨はそんなに出てなくてですね、この長く感じる人は、お顔自体がですね、サイズがでかい可能性あります。で、あとはですね、顎が長いっていうのも外側から見た時にですね、鼻から顎までのこの距離っていうのは、中顔面が長くて結果的にここが長くなってる人もいますし、中顔面の長さは短くて顎だけが長いというパターンもあるんですけども、口を閉じてるとですね、本来のこの顎が上にあっても下にあっても口を閉じちゃうとわからないんですね。なので正直その外観だけだとどちらが適用になるかはわからないです。なのでCT とかレントゲンとかですね使って骨の評価が必要になってきます。上下顎骨切りですね、輪郭3点など、輪郭手術を検討している方は是非参考にしてください。